で今ちょっと話題になってるですね、あの週刊文春の、まあ、合成写真疑惑っていうのがあってですね、合成写真疑惑があるんですか、はい、でまあ、その前後週刊誌は結構激動な1週間だったので、はいはい、それについてちょっとお話をしたいと思います。今週刊文春で、はい、捏造写真騒動っていうのがもうちょっと起きているんですよね、うんうんうん、その記事というのがですね、はい、紅白出場 K-POP キム・チェウォンの密着熱愛写真という、まあ、記事が、はい、まあ、スクープという形で出たんですよね、はいはい、この写真が、まあ、あのツーショット写真が出てるんですけど、はい、これがまあ捏造ではないかということが、はい、まあ、まずネットで話題になって、はい、あ、そうなんですか。で今韓国メディアでも報道されてるんですよね。朝鮮日報とかですね、朝鮮日報もありますし、うん、テレビでもやっているということで、K-POP の有名なスターなんで大騒動になっている、うんうん、前段として、まあ、記者っていうのは、まあ、前も話したけども、いつでも誤報というか、偽情報をつかまれる可能性っていうのは絶対あるし、僕らもちょっとね、そこも自戒を込めて、ちょっと分析をしていかなきゃいけないかなとは思うんですよね。まあ、まず記事をバーッとざっと読んでみて、はい、まあ、思うところは、まあ、一つあるんですけども、はい、厳しい方は、やっぱ取材が足りてないなと思うんですよね。はい、まあ、ネットで拾った情報だけで書いてるんじゃないかなと思われても仕方ないぐらいの汗をかいたところが見えない記事なんですよね。そうなんですか、はい、ツーショット写真があって、はい、で、まあ、あの電話したようなスクショもあってと、まあ、もちろん信じるに値するファクトというか、はい、情報はある、まあ、確かそこは分かるんですよね、はい、写真が何、その、うん、A と B がこう、うん、別々の写真がくっついてたってことなんだ、まあ、そうだね。そう。そう。で、それを提供されて。それを、まあ、どっかのルートから入手をして、で、それが、まあ、熱愛だということですよね。大きなファクトとなっては写真なんですね、スクショ。はい。スクショなんですね。で、まあ、厳しいことを言えば、交際相手と、ここで記事で書いてある、その、まあ、ラッパーかなんかに直撃取材をまずすべき、だけどしてないんですよね。あ、そうなんですね。うん。そのネット情報以上の情報を、生情報をやっぱり引っ張り出さなきゃまずいんじゃないかなとは思っていて、で、まあ事務所には当ててるけれども、事務所は音信不通であったと、はいはい、で、まあその後記事が出たから事実もこうですよみたいなことを言われてしまっているということで、何がまずいのかっていうとですね、やっぱり裏取りの過程でダブルチェックができてない。どっから写真が出てきたって書いたんでしたっけ、うん、書いてはないんですけども、うん、まあ、わかんないですよ。これわかんないですけど、まあ、インスタで拾ったのかなみたいな、まあ、風に、まあ、見えてしまうような記事の内容なんですよね。普通、だから、例えば事件取材とかで、うん、大体若手の仕事で顔写真をゲットしてくるんですけど、それをそのままね、僕なんかも持ってきましたとか言ったら、先輩にね、いや、確認したのかって言われて、で、もう関係ない、提供してくれた人じゃない人にね、写真を確認して、本当にこの人、そうなんですかってやって、そこまでやっても間違えるケースって、あるんですよ。あるんですよ。取材過程として、まあこれはもう僕らもそうなんですけど、常に間違える可能性っていうのはあるので、どこまで裏取りをするかっていうのはすごい大事なんですけど、やっぱり本人にまず、その話を聞いてない、まあもちろん韓国ではあるから、遠いっていうのはあったかもしれないですけど、でもそれは、まあ、文春ではもともとやってたんですね。だから僕らもイタリアの会社まで行って直撃したりとかもしてましたし、やっぱりそれをしないと本当か事実かどうかって推認できないじゃないですか、はいはい、もちろん本当っぽいではあるけども、はい、当事者まで当たる、少なくともね、複数の証言を取る、ね、だからデートしてる人の目撃証言を取るっていうことが大事なのかなと思っていて、究極的に言えばやっぱりデスクがそこまでちゃんと指導してなきゃいけないかなと思ったんでね、この記事じゃダメだと、ちゃんと当事者に当てろと、複数証言を取れって言わなければいけないのかなとは考えですね。まあ、ただまあ誤報かどうかはまだ現段階でわからないですが、はい、まあ、ちょっと情勢を見る限りは、まあ、ちょっと厳しそうだなと感じなんですね。なんで合成って分かってる、ね、ファンがでその同じ写真の切り取ったところを見つけて、はい、まあ、この写真をこれ、まあ、逆転させただけですよとかっていうのが、まあ、いくつか証拠として出てきていて、でまあ、これも分かんないですけど、その、まあ、交際相手もああいうあれファン、僕はただのファンですみたいなことを言ってる LINE とかが出てきたりとかして、まあ、どうやら違うんじゃないかっていう話になってきたんですね。うん、ただ単にネットから拾った可能性もあるってことで、まあ、だから記事を読むと、ちょっとそういう、まあ、知人とかって書いてあるけど、まあ、知人なのかなっていう感じなんですよね、それは。タレコミなのか、自分でネットからこう拾ってきた写真を出したのか、それかもともと、
信用がある人から写真を提供されたのかによって、多分取材の方法とか書き方とか変わってくると思うんですよね。やっぱりまあ直撃をまあ男サイドにするべきですよね、そこでだ本人がいやあれ僕ファンですよっていう可能性もあったわけですから、こういうことがあるのはまあちょっと僕らとしてもまあ遺憾ではあるんですが、なんで直撃しなかったんでしょうね、想像するに。なんでなんだろうね。うわ、もうそこは全然わかんないよね、さすがにね。理解不能ですか。まあ、スクープじゃなくて、はい、あのなんか熱愛写真騒動で記事だったらまあいいですよ。あ、真贋は分かりませんみたいな、はい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 、ただこれスクープとして出すならもう直撃はマストだよね。熱愛ですって書くわけですからね。そうですね、相手のねブランド価値も下げる可能性もあるので、最善を尽くさなければいけないかなとは思うんですよね。ネガティブな話があったありつつですね、今度はあの週刊朝日が、休刊、まあ、5月休刊ということが発表されたんですよね。ショッキングですよね。でもやっぱり週刊誌記者としては非常に寂しい話で、日本最古の総合週刊誌なんですよね、いい雑誌ではあったので、まあ、非常に寂しいなと思うところがあるんですけども、はい、まあ実情の廃刊ということですね、休刊ということは、はい、その転機となったんじゃないかっていうふうに、まあ、外から見える、まあ、事件があってですね、これはまあその2012年に、橋本徹さんの連載が大騒動になったんですよね。まあ、やつの本性は丸々みたいな感じで、まあ、連載が始まったんですけど、まあ、差別的な要素を含むとかコンプライアンス的問題があるということで大騒動になって連載が終わってしまったというまあ事件があったんですね。これが一つちょっと週刊朝日の将来のまあ分かれ道になったのかなと思っていて、まあそのまあさっきのね話もそうですけど、間違えることってもちろん絶対あるんですよ、記者だったらとかやりすぎるとか。でもその後もやっぱ修正してね、なんかもう一回やり直すってことが非常に大事で、ね、さっきの誤報だ、まあ、誤報だとしても、もう一回記者がスクープ取れば、挽回すればいいって話であって、その後、週刊誌はですね、その優秀な記者を全部編集部から放逐しちゃったんですよね。現場力すごいあの強い週刊誌だったんですけど、そういう現場力のある記者をバーッと全部放出して、今も週刊文春に3人、いるんですよ。全員優秀な記者、週刊朝日の記者が移籍してきたんですよ。移籍してきて、で、まあ朝日新聞の見てもこの方もむちゃくちゃ優秀で、まあ小学校でこの人もむちゃくちゃ優秀でっていう、まあもう本当都合で敏腕記者が全員出ちゃった。ですね、で雑誌の、ね、命ってやっぱり記者なんで、それがやっぱ衰えてきたっていう部分がやっぱり増上にその、最近やっぱり週刊朝日があんまり僕らも目にすることがなくなってきたんですね。インパクトある記事もなくなって、はいはい、でまあそれからまあ最終的にはこういう決断になったということで、まあ101年ですかね、創刊から、まあ、非常に寂しいんですけど、でもこれはねやっぱりまあこれも言い過ぎかもしれないけど、やっぱり新聞社なんで週刊誌愛がないんだなって見えちゃうんですよね。なるほど、新聞の方が上だっていう感覚もあるでしょうし、さっきのまあ記事もそうですけど、やっぱり週刊誌愛って結構大事なんですよ、週刊誌の記者って、この仕事は好きでやってます、スクープでみんな見てほしい、まあ、だからこそクオリティの高い記事を出す、はいね、いい記事を出す、間違えないことを頑張るってことをやってるのが僕たちで、まあ、偏見が常にあるじゃないですか。いい加減なね記事を出しているみたいな。でもそれにやっぱり僕らは対抗していい記事を出していかなきゃいけないという、まあ、愛があった仕事なんですけど、やっぱりそういうのを考えて、やっぱり改めてみんなやんなきゃいけないなっていうのがこの騒動だったと思うんですよね、みんなねショックは受けるわけですね、当然自分たちの好きなメディアがなくなるかもしれないってことに関して、そこでやっぱりいい記事を出して信頼を得て読者を増やしていくっていうことがまあ必要かなと。サンデー毎日さんももう一つ新聞社として雑誌があるんですけど、まあこちらもだからね今後どうしていくかって注目多分されていくと思うんですよね。サンデー毎日さんもだから今編集長が嘱託の方が復帰してなってるらしいんですね、まあ、どういうことかというと出世ポジションじゃなくなっているということで、やっぱりちょっと危機がささやかれていますね。だからもうちょっと週刊誌愛というものをですね、各社持ってやっていただきたいなと思います。